民家チャンネルの村長です。用意したのはこちらケブテックの枝切りバサミですね。中身はこんな感じ。アダプター本体バッテリー。じゃあ早速やってみましょう。そんでバッテリーを取り付け、バッテリーこれねつけちゃいましょう。こんな感じ。これ2回押すと開くって書いてあったね。開かねえし。あ、これ本体電源がな、電源ボタンがある。こうよいしょ。あ、電源長押しか。あ、長押し電源入りました。さあ2回押すと開く。こうやって切ってくれるわけだね。これ指挟んだら一貫の終わりなんで皆さん気をつけてください。これねマキタのバッテリーも入るみたいなんで、マキタバッテリーをつけてやればいいんじゃないかなと思います。これなんでね今回これ買ったかっていうと、これなんでこれだったら簡単に切れんじゃないかっていう。これねやば、一瞬や、やば、こういうなぶってのもいけんだ俺。やば、いやかなり切れるぞこれ。いいね、こんなんもね。やば、すげえパワー。こんなぶっとのも切れんすよこれ。やばくないですか。ほら今回このポールも用意しました。でこのポールの上にこんな感じでつけるわけですね。こうやってパチッと、オッケー。それで下にバッテリーをつけるということらしいっす。それでこれここに電源あるじゃないですか。これ電源を入れておくと、このピーって入れておくと、こっちでこう操作すると、お、切れる切れる切れる。ほら、こんな感じで高いとこ切れるらしいよ。抜けなくなっちゃった。抜けねえ。このぐらいの木を切ってはいけません。こうなっちゃいます。何か食べてる。なんで？おいしいの。これどうだ。やっぱダメだね、太いのだと絡まっちゃうんでやめた方がいいですね。おお、やばー、おもうにこれおおすっげー切れんだけど。巻き作り放題だよ。やばなにこれ、やばいよね。こいつと欲しいかもな。これいいよねこれ、うん、意外と家の庭とかに超使えそう。はい、ということで今回このケブテックという会社のハサミの紹介をさせていただきました。なかなかいいっすよね。まあ太いもん切ると引っかかって外れなくなるっていう感じなんですけども、細かい枝をねこうこれでプチプチ切って焚き火するには最適じゃないかなと思います。ただね指とか切っちゃうと本当にもうやばいと思いますんで、お子様とかには触らせないようにしてください。さて、今回ね、家族みんなで遊びに来てるついでに、まあ、これの紹介をした動画になるんですけども、ちょっとこの動画見てください。これね、どこにでもあるような楽しそうな家族の光景でございます。子供たちがはしゃいで、わーとか言ってますよね。よく聞くとこの冒頭に知らない人の声が入っているんですね。もう一回見てみましょうか。ハッピー、変な男の声でなんか喋ってません？お前になんたらかんたらってね、聞こえました？これね、なんて言ってるかわかったんです。
この動画を何回も何回も見返して、音量上げて、なんて言ってるのかな、なんて言ってるのかなつってね、ずーっと聞きまくってて、やっと分かったんです。この声の主が私たち家族に何を伝えたかったのか、ついに分かりましたので、動画とねテロップを載せて紹介したいと思います。どうぞ。ハッピーバイバイ。あざっす。